はようございます。5月16日10時26分モーニングショットをお届けしたいと思います。本日ドル円でございますが、135円の65、136円の35、3035ぐらいのレンジの中で、実際オプションはないんですけど、136円ちょうどに大きなオプションがあるような、そのピンに止められた取引で、なんかそのガンマトレードが盛んなような感じに見えるようなレートになるんじゃないのかなというイメージです。昨日で135円の71までしか下がらず、下値が硬いことを確認をいたしましたが、上値も戻りきれずなので、やはりレンジの中で下がったところをやっぱり買いから入ってみようかなという気になりました。135円の7565で買いから、135円の45ストップ、136円の2030利食いで、ユーロドル 1.0895、1.0905の売りから、1.0915ストップ、1.086050利食い、ユーロ円は147の6555買いから、147円の30ストップ、148円の2030利食い、ポンド円、169円の9080買いから、169円60ストップ、170円の6575利食い、タイドルは 1.25 ちょうど 1.2490 買いから 1.2475 ストップ 1.255565 利食い、オージー円90円8575買いから90円55ストップ91円の4050利食い、タイドル 0.668575 買いから 0.6650 ストップ 0.67 の2535利食い、ニュージー円84の7565買いから84の40ストップ85円の2535利食い、タイドル 0.623020 買い 0.6185 ストップ 0.62 の8090利食いのイメージを作っております。朝方から136円の10ワンタッチした後下がって、今91がまでですかね、アスクベースで、90も割れずというところで今、95ぐらいで止まっておりまして、なかなかそのフローが入らないと動きにくい感じに見えています。こんな日っていうのはその自分のイメージなんですけど、インターバンク自分でこう動かそうという気にならない相場ですね。マーケットが傾くんだったらそれを逆張ってカウンター気味に当ててみようかという気にはなるかもしれませんけど、傾かないんだったら別に今日やんなくていいやという発想になろうなるかなという気がします。少なくとも夜のニューヨークの指標待ちかなと、そんな感じに見えております。自分でも基本大きく下がらなければ、あんまりさっきもちょっとスキャルやってみたんですけど、あんまり感触良くないんで、しばらくジムに専念したいと思います。モーニングショット、これで、終了でございます。また何かございましたらぜひお取引よろしくお願いします。失礼します。